で、抱きついても割と許されたりしたんですよね。おぉ、これめっちゃ遠いじゃないですか。え、すごいじゃないですか、うん、パリピじゃないですか。そう、で、はい、ということで皆さんこんにちは。地上初登場、海部です。吉野です。どうも、トモハッピーです。こちら、これ毎度恒例のね、はい、それぞれ最新刊を語る動画。あ、来た来た、ついに。はい、今回ちょっと遅いんじゃない。遅いですね。まあいろいろね、イコリアだとかね、コロナだとかね、もろもろあってね。そっか、うん、もろもろあったね。もろもろあってね、良くも悪くももろもろあった。で、さらに今回は、まあその予算の都合上キャストは2人と。はい、うん、まあでも一番高いキャストがいるからね。俺がケチったみたいやん、それ。うちのもんがね、出てたからね、前ね。まあそうですね。まあでも2人の方がね、まあ、もしかしたら濃い会話ができるかもしれないっていうことで、はい、まあちょっと新たな試みとして、まあ、撮っていこうと思います。新たな試みっていうか、多分見てる人的にはいつもの組み合わせやん、結局っていう。まあ確かにな、感じでね。はい、はい、この漫画ね、その全ての人類を破壊するそれら再生できないっていう漫画は1998年を舞台に、男子中学生の加納はじめくんと沢渡美ちゃんっていうのがそのマジック・ザ・ギャザリングを通してその絆を深めていくっていう、そういう青春劇になっております。で、まあこれめちゃめちゃ面白いわけですよ。最初はね、マジック知らないとちょっと分かりづらい漫画でもあったんですけど、だんだんね、そのマジック知らなくても楽しめる上に、さらにね、マジックを知ってると楽しめるような要素もどんどん増えてきたんで、めっちゃある。だからね、これを通してマジックをどんどん知っていくことによってね、もうなんつうんだろうな、マガジンでいうとこのその徹夜みたいにね、麻雀知らなくても楽しいみたいな漫画になってるんで、あ、はいはいはい、だから興味ない人もね、ぜひちょっと買ってみて、マジックの世界にね、足を踏み入れてみてください。ということで、まあこの4巻について触れていきたいと思います。で、前回その3巻がなんとね、その親友苦島くんっていうのが実はそのヒロインのエミちゃんが好きだっていうことで、うん、俺が彼女にアタックしていいかみたいな感じで、あいつな、そう、うん、なんか全然ね、その無害だった黒島くんが突如として敵になる。いや、マジで本当キャプツバの美咲くんぐらい無害な感じのキャラだったはずが、うん、いきなり飛び出てきたのね。そうまさか展開だった。で、しかもそれの決着のつけ方がマジックで勝った方がもう彼女にアタックできるぞみたいな感じで、いいね、青春、そう、青春だね、うん、まっしぐら戦うことになるんですけど、うん、黒島くんが持ってきたデッキがその1998年ね、その最強と言われてた、まあ、モマっていうね、デッキで、やばかった。まあえげつないんですよね。2ターンで殺してくるんですよ。あれ中学生で、あんなすぐ持ってるやついなかったけどね、やっぱリアルではね。いや、もうそれだけエミちゃんに本気だったんじゃないですかね。まあ、金かけてね。あ、まあ漫画だしね。そう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 、うん、っていうので、もういきなりね、2ターンキルされて、この4回続くっていう感じで終わったんですよね。ね、で、あんな強いデッキ使ったら勝てないじゃないかと思いきや、意外と1ページ目でね、ちゃんと有用なサイドカード、まあ、変頭痛があって、で、変頭痛が ありましたね。そう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 、これちなみにあるか、そっか、4巻まだ読んでなくてネタバレ嫌な人は、うん、4巻読んだ後に見てねっていう動画ですね。あ、ちゃんとそれテロップ入れとくみたいな。あー、オッケー、そうです。余計な心配した、すぐ余計な心配した、すぐ余計な心配するの、分かったよ。っていうので、まあ、その偏頭痛がね、まあ、一応その黒タンでも、まあ、そのモマに対抗できる手段として、うん、まあ、機能して、まあ、2本目取れると、はいはい、まあ、とはいえやっぱね、そのモマって、まあ、青いデッキなんで、偏頭痛を置かれても対処する手段いろいろあるじゃないですか。まあ割れないけどね、青じゃん、戻すとかね、うん、でもその戻した隙に、てか、まあ、あとマナは大量に出るから一瞬でも戻したらその間にコンボ決めれるじゃないですか。うん、そうっすね、うん、そうね、実際はね、なんか依然としてかなり不利は不利なんですよ。あとさ、1マナの向こうとかで消せたりね。あ、そうですね、たった1マナで抱えちゃんと向き合って、そうだ、え、向こうってエンチャントの件でしたっけ。ウルナツサーガの向こうは1マナでインスタントで、うん、アーティオクとかエンチャントを打ち消す。そうなんだ、あ、じゃあそれ強いな。あとはその実際の当時の全国大会のモマのリストとかだと、はい、怪獣がタッチされてたりとか。あー、なるほど。真鍮の都とかから白マナ出して、白マナ赤マナが出て、サイドとかで怪獣とかグレンハとか、グレンハメインに入れてる人もいてね、まあ、本当にモマを中心に大会が回ったんだけど、あれは98年のファイナルズだったんですかね。しかもペタルもあるから単純に色マナも、そう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 、出せるもんね、出しやすいんですよ。っていうのでね、まあ、そんなね、最強すぎるデッキに対して、うん、まあ、加納はじめくんはそう自分が信じるね、その黒タンっていう、まあ、不器用だけどすごい速度でね、相手のライフを詰めていけるっていうね、まあなんつうか、その恋と同じ一直線なデッキを使って戦うと。で、まあね、この黒島くん対加納くんの戦いなんだけど、はいはい、まあ、その偏頭痛がね、効果的に刺さるっていうことが分かって、で、3本目も始まるんですけど、まあ、加納くんはいち早くね、その偏頭痛を引き出すっていうことが、まあ、目的で、で、その黒島くんは黒島くんで、そのなんとかし偏頭痛を止めるっていうことを、まあ、目的に戦うんですけど、
まあ、うまいことね、あのジェスターキャップ、あの同居の帽子を引いて偏頭痛を全部デッキから抜くことに成功するんですよね。で、偏頭痛さえなければもうその脅威はないわけなんで、決まったかなと、その黒島君の勝利はもう確定かなと思いきや、思いきやなんとね、結構とんでもない勝利、あの方法で勝つっていうので、あのね、あのね、暗黒の儀式2枚から憎悪はさすがにないだろうと思いきや、うん、思いきやね、そうね、そういうびっくりですさせられて、はい、で、しかも、まあ、憎悪はね、そのヒロインちゃん、あのヒロインのエミちゃんから、まあ、あの受け継いだカードなんで、結構ね、これはその憎悪がそうだっけ、裏切り者の都がそうだった、いや、裏切り者の都とその憎悪をセットで交換してもらったんですよ。そうだ、あのエミちゃんに大ハンドをあげて、そうそうそう、ゾウと裏切り者の都をセットでもらうっていう、現代の価値では超シャークトレードが成立してるから、それで裏切り者の都からちゃんと無職2マナ出しつつ、あの打率の3マナでっていうので、すごい綺麗に5マナ払って、この漫画をここまで、まあ、応援した人にとってはね、たまらない展開で、すごいよね、倒しちゃったね、もうよく倒せたよな、本当にこんな汚いデッキによく黒さんで勝てたな。で、まあ、無事決着はつくんですが、はい、実はね、この苦しまくんは本当にユミちゃん狙ってたわけじゃなくて、その加納くんがね、いつまでたってもその自分の気持ちに素直にならないから、うん、長いてそういう悪役を演じて、なんかお前もっと素直になるみたいな感じで、まあ、結果本当にね、こいつ無害なやつだったんですよね。その説あるよね。うん、え、その説あるけど、その説しかないですよね。あ、これただのいいやつだった。そう、ただのいいやつだったんですよ。うん、だから、え、本当？完全にいいやつですよ。だってあの負け惜しみで行ったんじゃないですもん、ちゃんと彼女その後迎えに来てますから。でもこれあれだよね、うん、それは応援してる口実でもあるけど、うん、初めと本気で戦いだったっていうのはあるよね。ああ、まあそうですね。だからその悔しさは実際あって、うん、エミちゃんのことは別にどうでもよかった説っていうか、双方の相談相手ぐらいみたいな感じか。ああ、だから本気で戦わせるため の、 その本気にさせる、そうそう、なんか恋愛の応援っていうのは別に、うんうん、そんなに苦島くん別におせっかい焼き度合いは高くないから、うんうん、そっちはオプションで、うん、初めの本気と戦いたかったってなんか言ってたから、それがメインなのかなみたいな。あの、え、幽霊白書知ってます？まあちょっとは、クラマ、クラマとかその幽霊白書で、そのトグロが、はい、ユウスケ本気出せるために、お前、あの仲間が死なないと本気出せないだろっつって仲間殺すシーンあるんですけど、はいはいはい、でも実はそれ殺してなかったっていうのとちょっと似てますね。似てる、似てる、似てる、そう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 、怒らせるみたいな、そう、それ、それで、まあね、これあの無事ね、黒島君も倒せて、で、しかも都合のいいことに、まあ、ゆみちゃんもね、超可愛い風船2個持って待ってると。で、ここからね、あの結構この話一気に進展するっていうか、なんか第二章に入るなっていう感じで、綺麗な夕日を見に行くわけですよ、2人で。そうね、2人乗って。いやー、でもこのその前にね、うん、来島君のやっぱね、最後にあいつと本気でぶつかってみたかったんだっていう、ここのセリフだよね、さっきの、ね、ああ、そうですね、うん、あ、本当だ、多分そっちだな、トマトさんの言うとおり、そっちだな。それでまあこの後ね、うん、転校しちゃうわけだし、そう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 、うん、こことかもめっちゃいいっすもん、お前は俺のザックスだろうがとか。俺これね、ファイナルファンタジー知らないんですよ。あ、知らない？だから、なんか、FF ネタだってことは分かるんですけど、はい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 、え、ザックスって相棒なんですか？ザックスっているんですか？そう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 、なんか、ザックス、俺名前忘れたけど、多分黒くてでかいやつだと思う。黒くてでかい、手がムキになってるやつだと思う。なんか今、FF7 がさ、リメイクされてさ、ちょうどいいタイミングだよね、きっとね。あ、確かに。でもそれで、まあ、そのエミちゃんのね、2人でその夕日を見ながら、うん、あのちょっとまた距離が縮まっていくわけですよね。何の風船なのこれ、どっから来たの？これなんか文化祭でなんか余ったからもらいましたみたいなんだけど、風船なんかもらってもしょうがないよ。片付けやってたのかっつってね。ああ、そっか、教室に飾ってた風船、はいはい。で、まあ、この綺麗な夕日を見ながらね、はじめくんは、まあ、ついに自分の気持ちに素直になるわけですよ。その俺こいつのことが好きなんだっていうことで、これやべえな、立ち入り禁止のなんか展望台みたいなとこ行って、うん、委員長大丈夫？こんな忍び込んで、ね、立ち入り禁止って明確に書いてあるんだよ、ここに、うん、で、フェンスよじ登って、うん、まあ、1998年はね、こういうのに対して結構確かに寛容だった、寛大だった、うん、あのね、俺小学6年生ぐらいの時に、うん、1992年ぐらいかな、要は、うん、廃工場に忍び込んでサバゲーやってた小5ぐらいの時に、いや結構楽しかったね。なんかね、すごい工場から未出荷になった、その潰れた工場の未出荷だったお菓子がいいクッションになって、
結構ね、なんか飛び降りたりしてアクロバティックなサバゲーが楽しめたんだよね。ああ、なるほど。でもまあ不法侵入なんだけど、冷静に考えると、まあ同じことかっていう。俺も似たようなのがあって、うん、なんか当時その空き地っていうか、多分そのまあ、区が管理してるでっかい、うん、あの空き地があったんですけど、はい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 、でそこがなんか原っぱ広場かなんかっていう名前で、アスレチックとかがなんかいっぱい作ってあるんですけど、うん、もうどれも普通になんかあの安全基準満たしてないやつばっかなんですよね。あら、一歩間違えたら絶対ぶっ壊れるしみたいなんで、であとその釘とかも飛び出しまくってるしみたいなんで、しかもそこにいるなんかおっさんみたいなのが釘を5円で売ってくれるんですよ。釘を5円で、でその釘を地面にこうやってぶつけて、うん、なんかその釘をなんかひっくり返したら取れるみたいな、そのめんこみたいにして遊んでたんですけど、釘を地面にこうやってやって、うん、釘おじさんいたの、釘おじさんいて、何それ。でもなんかそれもなんか今考えたら多分すぐに摘発されるだろうな。やばいね、当時の物価で言ったら釘5円って高くない、うん、釘5円高いですね。バカみたいに高いね。でもおっさん5円で売ってて、子供いっぱい買って、でそれを地面にこうやって突き刺して遊んでましたね。危ないですよね。怪我するよね、全然。でもなんかそんな感じで、まあ、当時のその安全基準っていうのは結構ガバガバだったから。確かに、そういうことか。うん、だから多分これもその一部なんだろうなと、うん、いや、本当にね、昔と比べたら、20年前と比べたら今はいろいろデリケートだなとは思いますね。いや、本当にそうだよな、ね、うん、なんかありとあらゆるものが、なんか逆にその安全基準にしっかりしすぎてて、確かにね、まあ、今は僕らね、結構安全基準をよりしっかりしなきゃいけない中にいるけどね。友春さんはまあケアをしていかないといけない中にいるけどね。まあでもなんかね、そういうなんかあの当時思い出させてくれるのもこの漫画のいいところなんで、確かにね、そうね、ちょっと見ていきたいなと思います。いや、このね、夕日のところがね、ちょっと俺最高のコマがあったんで、えみちゃんがね、ねえ、恐怖の大王って何マナくらいだと思うって夕日を見ながらね、言うんだよね。そしてはじめくんが照れながら、さあな、世界を滅ぼすくらいだから前職いるんじゃねえかって言うんだよね。2分ミゼット最短じゃん。そしたら、はじめくんが前職いるんじゃねえかって言ったら、えみちゃんが、指切りしながらね、約束の指切りしながら、笑いながら言うんだよね。スリバーの女王じゃないんだからって言うんだよね。おーい、オーマイガー、すごっ。こんな女の子が笑顔で指切りしながら、夕日のさ、ロマンティックなところで、笑いながら、スリバーの女王じゃないんだからって、やばいんだよ、俺。あー、そこそんなに。ぐっさー、なんか、いや、何この非日常みたいな。あー、まあ確かにな。ロマンティックなシチュエーションで、マジックの例えで会話したかったわ、俺も。いやー、それたまんねえな、本当に。それができない世界線にいることがもう耐えられない。死のってなるわ、俺。死のってわかんないけど、死のうってはなんないけどさ、まあ、正直マジック好きの子と恋愛したことないからさ、俺。ああ、なんかそういうのが、じゃあ僕たちの時代は実際できなかったから、これからのそのマジック界でもっと増えたらいいなとは思うね。ああ、わかるわ。もっと男子も女子もこう入りやすい。なんかこれはゲーム性とかだけじゃなくて、ゲームもこう年々キャッチーに、多くの人が入りやすくなってるけど、こう民間で盛り上げる立場としても、もっとなんかこう、ね、女子も入りやすくて、こう、なんだろう、おしゃれに、ロマンティックに楽しむこともできるみたいなルートがね、まあ過去よりは見えてきてますよね、今の方がね、女子も、ね、まあ、確かに、そう、まあ現に女性プレイヤー増えてますからね。増えてますね、まあ。で、次第14話で、で、そのはじめくんがね、まあ、その自分の気持ちに素直になったのはいいことなんですけど、でも素直になったら素直になったで、俺あいつのこと好きだなみたいになったら、まあ、あの日々の会話とかもぎこちなくなっちゃうわけじゃないですか。思春期の男の子、これがね、もう辛くてしょうがないね、見てて。もう本当にね、なんとかしてあげたいけどね、なんともならねえ地獄なんだよ、これが。だから、まあ、今まで普通にえみちゃんとな会話してって何にもなかったこととかに結構ドギマギしちゃうわけですよね。わかる。だからなんかさ、エミちゃんにこうやって服をこうやってこっち行こうよみたいにやられるけど、その好きな女の子に触られるとき、これ服もね、男の子もう神経かおい、やめろよ。そうそうなるから。なんだお前、やめろよ。その好きになったってのを分かったせいで、なんか結構変な風になっちゃうんですよね、はじめくんが。これ分かります、この気持ち。めっちゃありましたよ。女子慣れしてないときはめっちゃあった。なんか、なんだろうね、中学生でしょ。中学生の時なんて女子とまともにさ、まあ小学校からの仲とかのやつはまだいいけど、中学でさ初めて出会った女子なんてさ、
なかなかまともに喋れなかったですよ、俺だって。うーん、でもその小学校からの知り合いの女子は結構別だったんですか、その自分の中で。いや、よそよそしくはなっちゃうけど、やっぱり、うん、まあでも小学校の時さ、うん、下手したらさ、授業中おもらし、うん、したことある、うん、あ、違うか、でも俺転校生だから違った。でもね、小学時代からのやつはやっぱ慣れてるから、もっと子供同士、うん、男と女じゃなくて、うん、子供同士の時に関係ができてる子だったら、うん、ちょっと男女意識しだしてもまだ喋れる。でも中学で出会った子って結構、特に3年で初めて同じクラスになったとか、女子じゃん。もうそうですね、女子じゃん、うん、女子ですよ。意識しちゃうじゃん、女子って。そうそうそう。そしたらなんかやっぱ男は喋り慣れてるけど、うん、女の子日々別にその共通の話題とかも少ないし、うん、部活もやっぱ男女で分かれてて、うん、バレー部、男子バレー部だったけど、うん、女子バレー部分かれてるし、うん、なんか女子と接する機会が日々ないから驚愕だけど、うん、結構やっぱ別、もう男と女は別って考えちゃってて、うん、すごく接しづらかったなって思いますね。照れくさかった、すごい女子と接するのが。これあんま女子と接するとダサいみたいなのもあった、正直。なんか女好きみたいな感じになっちゃうのが、うん、要はなんだろう、男の中でも二派閥あって、はい、なんだろうね、少数派なんだけど、やっぱりこう女子ともみんな仲いい方がハッピーみたいな、うん、あとはその何、女の子と仲良くした方が楽しいとか、アドッションみたいなグループと、うん、やっぱ男は男、女は女、女とこう、何、女に好かれようとして、うん、なんかこう笑顔振りまいてるやつはダサいみたいなのが、うん、多分思春期の多数派で、うん、俺そっちでしたね、多分。俺これ結構都合のいいことに、俺割と女の子早い段階から好きだったんですよ。お、付き合いたいなみたいな思ってて、でも俺結構その体ちっちゃくて可愛い可愛い言われるから、そういうの表に出さなかったら割とチヤホヤされたんですよ。これは美味しいなと思って、で、あのね、抱きついても割と許されたりしたんですよ。おお、これめっちゃ得じゃないですか。え、すごいじゃないですか、うん、パリピじゃないですか。そうで、やべえ、美味しいなと思ったけど、これだんだんちょっと変わってくるんですよ。その女の子たちに彼氏とかができ始めるわけじゃないですか。うん、で、そうするとそいつらに突然呼び出されて、うん、ちょっと俺の女に何やってるんだみたいなって、ボコられた、ボコられるんですよ。でも、ボコられるとボコられてて、もう一個いいことあって、うん、俺その女の子たちに可愛いみたいに言われてるから、おその私の彼氏のなんとかって何かされたみたいな心配してくれるんですよ。だからボコられたらボコられたで、その後のアフターケアもあるっていうので、モテじゃないですか、完全に。だから俺ね、中学時代が一番なんか美味しかった。キャラモテ、うん、ただね、なんか中高甘いこといかなかったな、全然。、うん、めっちゃ笑ってる。めっちゃ話盛り上がりますね、これ青春時代の話。そう、だから初の彼女はいつなんだよ、それで。それはまた今度、別の、ね、あれ、なんか家虎の時とかまたの尺で、うん、じゃあ、まあ、ということでね、まあ、はじめくんには頑張ってほしいわけですよ。で、どうやったらいいですかね、この漫画読んでて、うん、そのはじめくんの、うん、そのえみちゃんへの立ち回りとしては、うん、どうですか、その恋愛博士としては。いや、恋愛博士じゃないなんか読んでて、これダメだろみたいな。確実に恋愛博士じゃないけど、あのね、うん、いや、俺も別にその中学生の時で言うと、うん、何もできなかったからね、うん、中学生の時、うん、何もできなかったよ、女子に。話もまともにできないから。まあでも高校生くらいになってまともになったけど、うん、いや、なんだろうね、でもこれはじめくんが、うん、そのうまくできないからこんな話盛り上がってるからいいんじゃないの。だから、うん、はじめくんがえみちゃん相手にベストパフォーマンスできる必要なんてなくない。じゃあ読書側として、あ、これは間違ってたなみたいな、なんかすげえ盛り上がるじゃん。いや、俺ない、なんかあります、なんか。あ、じゃあ俺ちょっといいのあります。これ漫画的にはもうこれでいいんじゃない、うん、みたいな。これどうですか、その合コンあるじゃないですか、合コンしてるんですよね、第15話かな。すごいね、飛んだね、うん、うんうんうん、なんかえみちゃんとはじめくんがちょっとこじれちゃう回だね。そう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 、うん、でもその大学生の、まあ、トリーさんとかに呼ばれて、なんで好きなもん同士合コンに参加するんだよ、意味わかんないよね、展開。いや、まあまあそうですね、その、うん、ショップのね、お兄さん方の合コンの数合わせでエミちゃんが呼ばれて、うん、はじめくんも行くならいいよって言って、うん、なぜか巻き込むっていう、うん、まあ確かに巻き込まないよりはいいかもしれないけど、巻き込んだ結果のぐちゃだよね、うん、その時に。しかも、まあそうで、この時に、なんつうんだろうな、まあ、エミちゃんはエミちゃんで、はじめくん好きみたいなのがてか、まあ好きかどうかまだ定かじゃないんですけど、はじめくんがなんか大学生のお姉さんと仲良くしてんのを見たら、うん、なんかイライラして、うん、その帰っちゃうっていうシーンがあるんですよね。はい。で、そのはじめくんなんかよくわかんないから追っかけるじゃないですか、うん、で、追っかけて
なんかエミちゃんが、いやもう帰るって言ってるじゃんみたいな感じで、その帰っていったんですけど、はいはい、これはまあ多分その結果として、まあ、良くないあの行動してしまったと思うんですよね、はじめくんは。その追っかけて、なんか不愉快させて、うん、で、それ中があのこじれちゃったじゃないですか。うん、そうですね。これ、どうするのが正解だったと思います、この状態。まあ、まずあのこの大学生の女の子と仲良くしたっていうのはもう置いときましょう。これしょうがないよね、これだって緊張しててさ、はじめくんも緊張してて、そのチヤホヤされて舞い上がっちゃってる状態だから、これはしゃあない。もうこの場に借り出したのもエミちゃんだし、まあ基本こんなのはエミちゃんがあの 10-0 で、10-0ってことないかもしれないけど、ベースはエミちゃんが悪いのよ。誘っといてチヤホヤされて緊張してちょっと笑顔対応してたらエミちゃんムカついて切れるみたいな。でも呼んだらなんか、そのチヤホヤされるなんて想定しなかったから、それはちょっとエミちゃんもエミちゃんでなんかイラ、あの、まあ確かに思春期の、エミちゃんまあね、予想できなかっただろうけどね、そうただ思春期の男の子が王様ゲームでさ、本音を言えないじゃん。あ、まあそうですね、エミちゃんが好きみたいな言えないじゃん。言えないですね。ね、エミちゃんがいいみたいな、だお茶を濁す感じで、言えないからお茶を濁す感じで、その大学生言ったらエミちゃんブチギレっていう、まあわかるけど、まあ、付き合ってもないし、ここで切られてもと思うけど、ここでどうしたらよかったかっていうと、まあ、もっと強く引き止めたり、強く追っかけてった方がいいよ、これだって。これも思春期だからできないんだけど、そのこんなの暴走だからさ、まあ、要は暴走だから、一回ね、もっとね、あの激しく行くか、激しくここで追っかけてって、その何時間でも一緒に歩いても、ちょっとストーカーじゃないかぐらいの30分1時間一緒に歩いて黙っててもいいから、黙って横歩いててもいいから、もうついてこないで、ついてこないでって言うけど、ついてこないでって言い飽きってまでついてって落ち着いてから話すか。ただそのエミちゃんがその一瞬スパーク型か、そこそこスパーク持続型かっていう、そのどっちかが分かんなくて。あー、なるほどね。そのまあ男も別にあるけど、女子のスパークってあるから、感情スパークは男子より起きるから、その短距離スパークの短距離走者なのか、その中距離走者なのか、長距離走者なのか変わってきて、中距離走者だったら、その数日後、やっぱ2日3日経ってから、あのちゃんと話しかけて、ちゃんとちょっとこの間、この間のなんか気分悪くさせちゃったかもって思って話し合いたいんだけどって言って落ち着いてから話すのがいいし、短距離走者だったらその日行った方が良くて、でもね、その日ね、ちょっとしつこくしても、相手が自分のこと好きな前提であれば嬉しいんだよね。そこでその合コンで冷たくされたっていうか、不快になった分、その他の子にチヤホヤした分以上に自分に手厚くしてくれてるっていう、そのだから、あー、なるほど、強く引き止めて追いかけてちょっとついてぐらいの、その誠意をごめんごめんっていう誠意を見せるみたいな、ただわかんないよね、なんでエミちゃんが怒ってるかわかんないんだから、どうしようもないよ、ほらもうマジックとかで、あのゲームで、有利な時は、負け目を探すと、超有利な時ほど細い負け目を探しまくると、で超不利な時ほど細い勝ち目あるとしたらどうかっていうのを探しまくると、この状況は全然済んでないんだよ。あのはじめくんからしたら、ただわけわかんないだけだし、読者視点では全然積んでないし、なんかどっちにしろそのゲーム中、ちょっと前除去打たれたなみたいな、別にゲームがどうなるかっていう感じじゃないっていうか、こうわかんないんだよ、これはじめくんからしたら、有利か不利かもわかんないんだよ、なんか何が起こってるの今みたいな、モマ初めて使われて、何このデッキみたいな感じなんだよね。でもなんだろうな、多分この中学生のはじめくんからしたら、やばい、相当負け目だなと思って、多分俺だったらもうその細い勝ち目を探して、もうなんだろうな、もう吉野さんはどうすんのこれ。え、じゃあこの、このシーンはしょうがないとして、次の日から学校でどうする、無視されたりとか。多分めっちゃ話しかけるだろうな。まあいろいろあって、まあそのエミちゃんとちょっとトラブっちゃうわけですよね、仲違いしちゃうわけですよね、はい。で、そんな中どうやって、まあその中を元に戻そうかなって考えたはじめくんは、まあ今ね、俺とあの
友原さんが言ったような方法じゃなくて、アンソロジーギフトボックスっていう、その当時発売してた、いやこれ結構ね、刺さったね、ぶっ刺さった。そうで、あれを欲しがってたなっていうので、あれをそのトリーさんから奪ってね、プレゼントしようっていう計画にシフトするわけなんですけど、いやこの商品ね、本当に人気があったんだよ当時。人気あったんだよ。めちゃめちゃバリューいい詰め合わせで、今の価値で言ったら大したことないんだけど、その当時2000円とかさ、2000円するハルマゲドンとか、1500円するルアゴフとかもいろいろ入ってたの。ルアゴフ入ってたかな、ちょっととにかくね、内容がやばい。ソプロも入ってたし、すごい商品だったんですよ。いくらですか定価？3000円ぐらいだったんですよ。安い。3000円ぐらいで、ああやってデッキ2つ入ってて、おしゃれなストレージに入ってて、めちゃくちゃいいカードいっぱい入ってて、そのままでも遊べるし、バラしてデッキに入れてもいいし、第5版のハルマゲドンと下の年号が違うだけで、見た目パッと見一緒で、いやもう本当にすごい商品だったの。今また開封動画とかしたいもんね、なんか懐かしみたいもんね。あまあっていうので、そのアンソロジーギフトボックスをかけて、はい、鳥居さんと対戦するんですが、このデッキありました当時。結構特殊なデッキなんだよな。どれ？まあその罠の橋と、あの吠えたける鉱山、まあ、よくある組み合わせプラス、あのブービートラップで殺すっていう、結構殺し方が斬新なんですよ。まあでもこういうのね、こういうなんか置物をね、並べまくってノンクリーチャーで倒すみたいなデッキは実際ありました。それがね、ターボランドじゃなくて、なんかでもターボランド型が多分この伊勢先生の地元では流行ってたんじゃないですか。これがこういうのいたんじゃないですか、誰か参考となるそのプレイヤーデッキがいたんじゃないかなって。当時はね、まずね、インターネットが本当にないの。ないっすね。ね、あのスマホもないし、なんならあの PHS とかだから使ってても、あ使っててもその初期の携帯とか、はい、2世代ぐらいか、2世代目ぐらいのしょぼい携帯とかピッチで、画面は白黒で、インターネットブラウザとかないんですよ。ないですね。まあちょっとあったけど、ちょっとあった、正確には。ただ、マジックの情報がまともに見れるレベルではないですね。ほとんどなかった、で、そうなるとデッキがもうみんなのびのび、いろんな自由な構成あの自由なリストなんだよね、デッキタイプも多いし、そのデッキタイプの中でもリストもだいぶ人によって違うみたいな時代で、まあファイナルズとかそういう大会の結果が出た後はそれコピーしたりする人もいるんだけど、まあ、そんな中だから、この罠の橋とか置物をいっぱい並べるデッキ、あるいはターボランド、それぞれにいっぱいいろんなリストがね、各地域でね、のびのびと存在したんだよね、プレイヤーによって。だからうちもこれあったんですよ。てか基本的に罠の橋と吠えたける鉱山があったら、もう相手絶対攻撃できないじゃないですか。いや、罠の橋は、自分の手札より大きいパワーのクリーチャーが殴れなくて、吠えたける鉱山はあのドローを増やしちゃうから、土地が止まってたりとか、その中盤までは相手のクリーチャー殴れちゃう。あれ違うか、謝って、スキルせいじゃんけ。基本的に吠えたける鉱山とあの罠の橋自体はあんまりシナジーじゃなくて、あれだ、生態融合棒だ、俺が言ってんの。そう、生態融合棒と罠の橋 で吠えたける鉱山が、あの遠さと相性が良くて、そうですね、土地がいっぱい追加ドローしてくのと土地が追加で置けて、結局は罠の橋も、あの土地伸びるから守りに使えるんだけど、まあどうなんだろう、これ俺が知らないだけで、これ確かに噛み合わせ悪いっちゃ悪い。ストロングホールド出た後に流行ったのかもしれない、俺が知らないだけで。で、まあこの鳥居さんのデッキの場合だと、まあ罠の橋で相手の動きを止めつつ、フィニッシャーがね、ブービートラップってかなり渋いんですよね。フィニッシャー、ブービートラップあったの実際。これ10点フィニッシャーがブービートラップと呪われた巻物だけっていうのがあって、ああなるほど。なんか、まあ、巻物は結構、要はクリーチャー除去を腐らせながら、あの相手の動き止めまくって、かつそのロックデッキのフィニッシャーが結構呪われた巻物はもちろん、ブービートラップも入ってるっていう人がいたんだよね。でこれは別にそのターボランド兼ロック兼ブービートラップで勝つみたいな、結構すごい、なんか一見強そうだよね、このね、鳥居さんのデッキは。ちなみにスタンの当時、これブービートラップって強かったですか？6マナで、いや、弱い、もう何でもいい勝ち手段がブービートラップっていうだけだったから、これはね、半分ファンカードで採用された。あ、だよな、まあ、10点っていう数字でファンが多かったから、この漫画に出てきて当時やってた人で嬉しい人は結構いるはず。あ、なるほどね。あの別に呪われた巻物でいいんだけど、なんかカード1種類だと、例えばロボトミーで全部抜かれた巻物抜かれちゃってとかあるんですよね、割られて抜かれて。だからまあ一応、まあ散らしとく意味でブービートラップも入ってるみたいな感じかな。
そんな感じ、うん、2種類は欲しいかなって、うん、当時勝ち手段2種類は欲しいって言われてて、クリーチャーで殴るだけとかだと、うん、結構まあ簡単に止められるような、クリーチャーで殴るだけとかだったら日中の光光源で終わるし、だからまあなんか殴る、あるいは呪われた向けを倒すとか、うん、赤だったら殴る、火力で倒すとか、あるいはデッキによってはそのクリーチャーで殴るかライブラリアウトで勝つか、例えばガイアの祝福打って山札尽きなくして勝つっていうパターンもある、コントロールとか、なんかそういうのがいいって俺も師匠に教えられて、結構当時のセオリーだったみたいですよ。今だったらクリーチャーで殴るだけとかでも、まあ、乱暴だから昔よりいいのかもしれないけど、昔守りが強かったんですよね、うん、強いですね、対策カードというか、対策カードがエグい。ということで今回そのはじめくんも、まあ、罠の橋を、ね、対処できないからクリーチャーで勝つことができないっていうことで、多分サイドから入ったであろうカード、これ強運の彫像ですね、うん、まあ、すげえ変なカードで、まあ、2罠であなたに2点ダメージ与えるっていうなんかデメリットしかない置物なんだけど、クリーチャーを受けに捧げることでね、コントロール相手にあげれるんですよね。これめちゃめちゃ使った、これめちゃめちゃ使ったんですか。めちゃめちゃ使った、まさに黒アグロのサイドに入れてて、うんうん、要は本当に色対策とかでサイドをガンガン縛ってくる相手の追加の勝ち手段っていう、うん、あと煮沸バサミっていうカードもあって、はい、まあ、似たようなカードなんだよね。アーティファクトだけど相手のライフ削れると。うーん、いやー、このジンクスアイドルはね、強運の彫像はめちゃめちゃ使いました、はい、これかなりポピュラーなカードでした。ブービートラップよりもガチカードだった、うん、今ね漫画読んでたらさ、はい、何このわけわかんないカード出して無理やり勝ってさと思うけど、これがっつり使われてたんですよ。あ、まあでも2マナだからな、超ポピュラー。そのコントロールっていうか、そのクリーチャーを使わないようなデッキ相手にはもう1回渡しちゃえばもうずっと2点つ、与え続けますからね。でそのね、うん、強運の彫像が炸裂して、そうですね、はじめくんが勝って、うん、喫茶渋山大爆発の勝利と。これちなみにめちゃめちゃ有名な映画のパロって知ってます？知らない。なになに、これあの、これ作中としてパロ、うん、レオンって映画知ってます？まずレオンは遊戯王の再現じゃないのこれ。いや違います、これレオンっていう映画のめちゃめちゃあの有名なそのシーンの再現で、うん、だこの回のそのこれもこっちも、あ、まあ、こことここてか、ここはもう完全にそうですね。この爆発のシーンはもうカメラアングルが全く違う映画。何映画の？その殺し屋の映画で、うん、で殺し屋とそのなんだろうな、殺し屋とその女の子の絆を描いた映画なんだけど、うんうんうん、その女の子は、ね、なんかその町の悪徳警官に親を殺されてるんですよね、うん、でその殺し屋にその悪徳警官を殺してくれみたいな依頼する映画なんですよ。ほう。で最後悪徳警官を殺すんだ。そう。でその正義の殺し屋？いやまあ悪、殺し屋は結構悪ですね。悪が悪を倒す。まあ、悪が悪を倒すみたいな。な話なんで、まあ、その最後のシーンに、まあ、その悪徳警官に殺し屋撃たれちゃうんですけど、その死体の近く行ったらその殺し屋はいっぱい手榴弾持ってて、でこのやられたってセリフで撃っとるっていうので、うん、これ完全にそのパロですね、レオンの。すごっ、うん、なんかこんなとこでそういうパロディが来ると思わなかった。いろいろ仕込まれてるね、うん、そうだからこれ、あんたに贈り物だマチルダからのっていうこのセリフはその映画のセリフなんですよね。その次のコマのはじめくんはさ、うん、エアウォーク着てるしさ、うん、昔もうピコかエアウォークかみたいな安い大量生産の服で中高生がいっぱい着てた、うん、小学生も着てた。でさ、その次ははじめくんの後ろで牧浩一郎さんっぽい人が見てるしさ牧浩一郎さんじゃないですか。牧浩一郎さん知らないの？知らない。やっされるよ。マジですか。デュエマのなんか簡単に言うと、はい、デュエマのボスみたいな感じ。相当すごいじゃないですか。デュエマのボスってもう日本のデュエマの開発をしてるウィザーズ・オブ・ザ・コーストの日本支社の、うん、まあもうボスみたいな、じゃあもう世の中 の、 その小学生のもう憧れの存在でもあるわけですね。そんな感じ、そんな感じ、普通に動画とかも出て、あの解説とかして盛り上げたりとか、マジックも昔そういうこと結構してくれてて、あとホビージャパンさん の、はい、あの本も書いてる人、カードガイド、ホビージャパンの、あの新しいセットが発売するために本出てるの分かります？はい、あ、分かります分かりますよ。カードリストあるやつ、あれの解説とか書いてるのが牧浩一郎。え、マジで？それ知らないのやばいよ、マジで。知ってたことにしといてください。潜りだよ、もう低評価いっぱい押してください。低評価バンとバンと。で、あのそのヤクモちゃんが最後に会うなんか男のキャラクターがなんかその新キャラでいるんですけど、うん、これあれですよね、別にあの有名な選手とかじゃないですよね。え、これエミちゃんのお兄ちゃんの？え、ちょっと待って、それはないんじゃないですか。でも見て髪の毛、まあその確かにあのトーンは全く同じ色の、全く同じ色の。え、お兄ちゃんでしょ、だってこのドヤ顔で私にマジック教えてくれた人って言って、うん、はじめくんのことからかおうとしてるじゃん、うん、このパターン 100% お兄ちゃんでしょ。だって髪の毛のタッチ一緒だし、顔も
男女だったら、うん、まあ、これぐらいの顔持ちが出るし、うん、あ、結構鋭いこと言いますね。なんか全くそれ考えなかったの。兄貴っていう可能性全く考えなかったの。さすがに兄貴でしょ。だってエミちゃんどうやってマジックでやったん。ちょっと待って、さすがに兄貴でしょ。もしかしたらその、うん、親が片方違うお兄ちゃんっていう可能性ある。ああ、そのお兄ちゃんだと思う、どう見てもこれ。へえ、あー、でも確かにそれっぽい、言われてみれば。あと裏を書いて、うん、やくもちゃんのパターンの逆で、うん、裏を書いてお姉ちゃんっていう。あー、そっち。うわー、複雑複雑。ここに来るやつみんなそういうキャラクターになっちゃうじゃん。いや、面白いじゃん、ね。まあ、ということでね、まあ、その2人の関係も、まあ、ある程度その進展しつつで、さらにその謎めいた新キャラクターも出て、でしかもこの次の号はね、まあ、ヤクモちゃんが活躍するっていうことで、まあ、5巻はね、我らがヤクモちゃんからスタートするっていうので、まあ、非常にその楽しみな。我らがヤクモちゃんって、いや、俺そんな別にヤクモちゃん派じゃないけど。視聴者にいっぱいいるんですよ、我らが。いるんだよ、そうそう、いるんすね、うん。え、エミちゃん人気あるのもしかして。やっぱ俺らはその好きですね、ヤクモちゃんの方が。え、マジで、うん、エミちゃんがいいの。ポンポコもそうだし、エミちゃんがいいの。まあ、まあ、エミちゃん派とその、うん、ヤクモちゃんはどっちが好きか、ぜひコメントください。どれぐらい分かるかちょっと気になる。気になるね、うん、なんかその、あえてどっちも好きだと思うけど、どっちかって言ったらどっちの方が好きって呼んでもいいから、うん、言ってほしいね。あー、そうね、うん、ちょっとだからそのエヴァじゃないけど、何のコメントでもいいけど、うん、そのどちらかの人気投票付きでコメントしてほしいですね。気になる、気になる。で、割合マジで気になるんだよな。本当に気になるならツイッターのアンケート機能を使えよって感じ。確かに。ただコメント、コメント稼ごうとしてるからね。コメントしてほしいからね、うん、はい、ということで今回は開封大好きヨシヒロとトモヤッピーでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。またね。なんか連続特別ですよ、サービスですよ。いらない1回でいい、1回でいい。ちなみにザックスはバレた、あの腕が中断がバレたっす。